ザゲームは心理戦ゲームの一つでゲームの唯一の目的はザゲームの存在自体について考えないようにすることである。プレイヤーはザゲームに気づくたびに負け宣言をしなければならない。ザゲームにはいくつかのバージョンがあるがほとんどのバージョンでは勝つことが不可能である。バージョンによって全世界の人々をプレイヤーとするバリエーションと ザ・ゲームを知った人々のみをプレイヤーとするバリエーションが存在する。多くの場合プレイ時間については限定されていない。なお、他人にザ・ゲームをわざと知らせて負けた人数を増加させるという戦術もある。ザ・ゲームの起源はまだ明らかにされていないが、皮肉家庭理論を具象化したゲームは1840年、レフトルストイによって考案されたことが分かった。 ザ・ゲームはすでに世界中のメディアから注目を受けており、プレイヤーの人数は数百万に上ったと予測される。バージョンに関わらず、ザ・ゲームには3つの基本ルールがある。全世界の人々はザ・ゲームのプレイヤーであり、プレイ時間は無制限である。ザ・ゲームをプレイするには、プレイヤーの同意も必要でなく、プレイヤーが不参加あるいは途中で合体することもできない。 ザゲームについて考えた人は負ける。負けたら負け宣言をしなければならない。ただし、宣言方法について規定していない。例えば、ザゲームに負けたばかりだと大声で叫ぶことも、Facebook などでザゲームに負けたとつぶやくことも負け宣言に当たる。一部のプレイヤーが看板などのシグナルや表現で他の人々にはざとザゲームを知らせることもある。 ザゲームについて考えるということの範囲は、まだ明らかに限定されていない。例えば誰かがザゲームについて議論している場合、本人や聞き手が負けたことに気づかなかったら、負けとして数える場合も数えない場合もある。あるいは誰かがルールを知る前に、ザゲームって何と聞く場合、負けたか否かは相手の解釈によって左右される。一部の解釈において他人が負け宣言をしたことは、 自らの負けにならないとされるが、ルールにに厳格に従えば、あらゆる原因で、ザ・ゲームに気づくとその場で負けることになる。また、いくつのバリエーションで、プレイヤーが負け宣言をした、あるいはザ・ゲームに気づいた後、3秒から30分間の、忘れ、猶予期間があり、期間中に、当のプレイヤーは再び負けることができない。便器の蓋の裏側など隠れたところに、負けた。 のメモを残すのは他人を任すための上等手段である。一般的なルールではザ・ゲームの終了時間が決まっていないが一部のプレイヤーはイギリスの首相がテレビでザ・ゲームは上がったと公表する時点がザ・ゲームの終了時間であると言った。ほとんどのバリエーションにおいてプレイヤーが勝つことは不可能である。ただしザ・ゲームについて考えていない間に プレイヤーは勝っているという解釈も存在する。コミックサイト XKCD にはあなたはさっきザ・ゲームに勝った。いいでしょう。あなたは自由になった。とひに来る一コマもある。また、あるプレイヤーがザ・ゲームのことを完全に忘れ去ったら、当のプレイヤーは勝ったという解釈もある。ザ・ゲームのほとんどの戦略は他のプレイヤーを任すことに焦点を当てている。 一般的な方法として、ザゲームを大声で叫ぶことや、隠れた場所にメモを残したり、公共の場所や、紙幣などで落書きしたりすることが挙げられる。数人が結託し、長時間をかけて、標的となったプレイヤーが思いがけずに負けることを目指す、いたずらの計画を練ったこともある。また、このようないたずら作りに工夫を凝らして楽しむ、プレイヤーもいる。他には、T シャツ、ボタン、 マグカップ、ポスター、バンパーステッカーなどの商品を利用し、ザ・ゲームを宣伝する戦略もある。Facebook、Twitter、D.E.Bian トとなどのソーシャルメディアウェブサイトを開始、ザ・ゲームは世界中に急速に広がっていた。イギリスでは、ザ・ゲームに関する法律の早期通過を目指す請願が一部のプレイヤーによって立てられた。いくつの国では原種へ当てられたメッセージに、 彼らが公的な場所もしくはテレビでザ・ゲームを言及するように求めた。例えば2010年当時のオーストラリア首相であったケビン・ラット宛ての電子メールではそのようなことを求めたがラットは返信で残念ながら私の職務上の時間制限により多くのリクエスト、例えばテレビでザ・ゲームに参加するなどに応じることはできません。と書いたザ・ゲームの起源については 諸説がある。例えば2008年のある新聞記事でジャスティン・ウェッチレックはザ・ゲームはおそらく1990年代初頭のオーストラリアあるいはイギリスで発祥したものであると主張した。一説ではザ・ゲームは1996年のロンドンで生み出されたものである。二人のイギリス人エンジニアデニス・ベグリーとゲビン・マクドウォールが終電を逃したから 駅のホームで夜を過ごす羽目になったが、彼らはその状況を思い出すのを避けようとして、最初に、それを気づいた者は、負け宣言をしなければならないというゲームを考案した。他にもザ・ゲームは1996年のロンドンで、ジェイミー・ミラーが人を嫌がらせるために発明したもので、あるという説がある。また、ザ・ゲームは1977年、 ケンブリッジ大学サイエンスフィクション協会のメンバーたちによりゲーム理論に全く合致しないゲームとして作り出されたものである可能性もある。2002年8月、ポール・テイラーはザ・ゲームとの類似性が高いゲームを自分のブログで紹介した。テイラーによるとこのゲームは約6ヶ月前ネットで探し出したものであった。これはザ・ゲームが初めてネット上に登場したことである。 いずれにしても、ザ・ゲームは人付けやフェイスブック、ツイッターなどの SNS サイトによって世界中に広がっていた。ザ・ゲームは何かを考えないように努力すればするほど、かえってそのことが頭から離れなくなるという皮肉過程理論、いわゆる白熊効果の一例である。この理論を込めた発想は古くからあるものであり、例えば1840年、レフトルストイは兄たちと、 白熊ゲームを考案し、遊んだことがわかる。そのテーマとは、部屋の隅に立って、白熊を考えないというものである。ヒョードル・ドストエフスキーは1863年のエッセイ、冬に記す夏の印象でも、同じゲームについて言及した。コーリー・アンティールによる、心理学研究グループは12人の被験者に対し、4週間かけて、 ザ・ゲームに負けるたびに時間と原因を記録するように指示した。しかし、この研究自体は57%の負けを引き起こした。アンティールは、これがザイガルニック効果に肝とすると主張した。被験者の記録を見ると、負け回数は人によって大きく異なっている。一般的な負ける理由としては、目戻りに思い出した、時計を見ると思い出したや、同じく、 ザ・ゲームに参加するものを見たり思いついたりしたが、挙げられる。最終的に、プライミング効果と、鋭敏化は負けに、大きな影響を及ぼすが、順化と負けとの間に強い相関関係は見つからない、という結論が出された。プレイヤーがあなたは、ザ・ゲームに負けたといった看板を持つザ・ゲームに対する、評価は両極化している。ザ・ゲームは、 挑戦的で楽しいゲームであると思う人もいれば、無意味で幼稚で腹立たしいミームで、マインドウイルスであると酷評する人もいる。一部の学校やネットフォーラム、例えば SA フォーラムやゲームスパイにおいては、ザ・ゲームが禁止されている。メトロ、ラットランド・ヘラルド、ザ・カナディアン・プレス、デペルスなどの新聞は、ザ・ゲームに関する記事を掲載した。 ウィキニュースも LOSETHEGAME.com、e、の所有者にインタビューしたことがある。SMBC、XKCD やリアルライフなどのウェブコミックにもザ・ゲームを描いた作品がある。何人かの有名人もザ・ゲームを知っている。例えば俳優のサイモン・ペグはザ・ゲームについてツイートしたことがある。他にもデマやハッキング行為を通じて人々にザ・ゲームを知らせることがある。 2009年のタイム100の先行リストはハッカーグループアノニマスによって改ざんされ上位21人の名前の頭文字がオリクでマーブルケイクオルソーザゲームを成したザゲームを知る人数はまだ明らかにされていないがすでに数百万に上ったと推定されるそのうちおおよそ100万人がメトロの記事で負け100万人がケラングラジオの番組で負け 50万人が XKCD のコミックで負けたと言われる。2008年ザ・ゲームに関する Facebook グループのうち最大のものにはすでに20万人以上のメンバーがいた。ありがとうございます。